ハローベイビー、スロットの未来を愛してる、スロットのリールを愛してる。です。本日は3月30日土曜日、ビッグマーチ石橋店さんに来ております。今回撮った台はこちら、マイジャグ3です。本日マッキーさんのスロット日報の調査によりますと、まあ、ジャグラー徹底調査ということで、とにかくジャグラーが強い一日となっております。ということで今回はマイジャグ、まあ、前回アレックスで天国への階段に連れて行かれて、かなりやられてるんで、今日はジャグラーで勝利目指して頑張っていきたいと思います。ではまず1枚目、ではよろしくお願いします。いはい、マイジャグです。いつものようにカメラはマイジャグ仕様にセッティングしてあります。相変わらずもうそこら中でペカペカ光ってます。今日は朝から開店前から視聴者様に差し入れで日本酒をいただきました。はい、ということで朝からテンションマックス、日本酒パワーで頑張っていきます。まあもちろんまだ飲んでないですが、先ペカで光っている。288、単独からの一発目は、おなんとかビッグスタート、投資はちょうど10本。うん、オッケー。さあ本日一発目の1ゲーム連チャンス、残念トラ。そういえば萩原健一さん、証券がお亡くなりになりましたね。いやー、証券は本当にアウトローな、かっこいい人生生きてましたよね。マスカット、多分今頃天国でおっと話したら7ゲーム早い早い。さあ早いですよ、これは早い。7ゲームでレグ、まあいいでしょう。さあ早いレギュラーからの1ゲーム連チャンス、残念マスカット。今ちょうどトラ、証券さんのお話してたら光ったんですけど、多分今頃天国で松田優作様と共演してると思うんですよね。マカロニ刑事とジーパン刑事、夢の共演
見たいな。太陽に吠えろ、マカロニとジーパン、天国での再会。262ゲームリーチ目ですね。なんとかお持ちメダル。はい、そういえば光り方の確認しなかった。見てますよね。普通のフラッシュ、フラッシュ、普通のペカ。はい、うん、なんとかビッグ。61ゲーム、またまたリーチ目、結構早いよ。はい、光り方普通かな。いや、フリーズしてくれた、フリーズしてくれたよ。 OKOK、 ここでレンチャン、いっぱい光った。さあ、いい感じ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 、このまま行こう。光ってる、光ってた、光ってる。18、さあこれがビッグなら、ビッグなら状態ですよ。 OK、 さあ朝からいい感じ、マイジャグ状態、マイマイ状態だな、マイマイ状態突入。 OKOK、 どんどん伸ばそう。リーチ目266、リーチ目がよく来るな。はい、光り方は普通。ここでレグ、88、ゾロ目、ゾロ目、ビッグがいいな。ゾロ目レグ、もうまたリーチ目だ。25、さあとりあえずは早いですよ。そろそろビッグ、うーん、ここでレグレン、もう光ってる。99、ゾロ目、ゾロ目だからそろそろビッグでお願いします。レギュラーか、これはちょっとまずいな、ビッグが遠のくかも。チェリーで入った、本日初のチェリーかな。165、光り方普通。そろそろビッグを引かないとまずいよ、そろそろビッグを引かないと。おい、うん、チェリーレグ、うーん、完全にこれはアレックスの悪魔がよぎる、レギュラー天国への階段。先ペカ56、早い。チェリー、さあ2回連続チェリーからの
さあそろそろビッグでしょう、そろそろビッグでしょう、さすがに OK。 ここでビッグなんとか天国への階段からは逃れました。お、またこの珍しい、まあ、珍しいターンチェリー51、光り方は普通かな。ここでチェリーがいっぱい、チェリーレグ。56、うん、とりあえずまた早い。またレギュラー天国階段か、これ。おお、なんとかタンチェリー274。おい、ビッグがいいですね、そろそろ。ああ、一応見えました、点滅してくれてますプレミア。ここでビッグ、うん、さあここから頑張ろう。33、ゾロ目、ゾロ目ですよ、ビッグがいいよ。光り方は変わってないが、おい、ゾロ目レグ。148、296、また回してる。そろそろビッグでと思ったら、ここでラッキーマスカットからの、あ、ラッキーマスカット2連発、おお、でかいね、30枚増えた。ラッキーマスカット2連発からのビッグでよろしく、うん、なんとかここで復活。さあちょいハマりビッグからの1ゲーム連チャンス、そろそろ来てもいいよ、うん、残念。この間僕マッキーさんからジャグラーグッズをいただいたんですよ、はい、もらったんですよ、ジャグラーグッズ。まあそれがちょ、まずこれ見えますかね、ジャグラーのステッカー、かわいい、いい感じ、かわいくていい感じ。それとこちら見えますか、これジャグラーのお箸です。おお、なかなかめったにないジャグラーのお箸、はい、こちらこのステッカーとお箸を、まあ視聴者様にプレゼントしようかなと思ってます。まあこちらステッカー1名様で、こちらのお箸はこう5セットあるんで、まあ1個ずつ5名様、合計6名様にプレゼントで、来週4月6日土曜日、来週の土曜日も4月6日土曜日も僕こちらビッグマーチ石橋店さんで実践予定なんで、多分ジャグラー打つと思うので、まあジャグラーが好きな方、
来週の4月6日土曜日に僕に声をかけてくださって、でジャグラーグッズ欲しいって言った方、先着6名様にプレゼントしようと思います。はい、ぜひとも欲しい方、ジャグラー好きで欲しい方、来週来てみてください。ということで頑張ります。もうチェリーで光ってる44ゾロ目、さあそろそろゾロ目ビッグをレギュラー、96、今日もレギュラー天国。はい、現在スタートから2500ゲームを経過しました。ビッグが7回、357分の1、レギュラー12回、208分の1、ボーナス合算が132分の1です。はい、まあ本日もレギュラー天国状態ではあるんですけども、まあでもレギュラーのおかげでなんとかメダルが、持ちメダルがあるような状態。ちょっとビッグが重たい。前半にマイマイ状態が来てビッグ3連発で連チャンした以来はちょっとビッグの連チャンが全くしてない、ずっともみもみ状態ですね。まあレギュラーのおかげでメダルがある感じ。まあなのでなんとかもう一度マイマイ状態に入れて一気にメダルを増やしてプラスで終わりたいなとは思うので、まあ波が来るまでは頑張ります。はい、現在レギュラーから430ゲームです、頑張ってたメダルが残念ながらなくなってしまいました。いつも通りの追加投資2枚目、前半の連チャン以降全くビッグが重たくて、ビッグの連チャンしない。なんとかこっから波を頑張ろう。光ってる473、そろそろビッグでね、そろそろビッグでね、投資は12本。さあこっから波を呼ぼう。187、なんとかビッグ。さあなんとかつながった後の1ゲーム連チャンス、残念トラマスカット。ちょっとトラブルが発生してしまいまして、カメラのバッテリーの充電が、されてなかったというトラブルで、もしかしたらこの後ちょっと撮影が続行が不可能になってしまう可能性があります。はい、なのでちょっとその場合はご了承ください。
撮影不可で、うん、ちょっと考えて終了になるかもしれません。はい、おっと、喋ったら光ってくれた。12ゲームいいよ、早い段階で光ってくれてるよ。これここでビッグで、ここでビッグで連チャン しよう。うん、レギュラーなんだよな。はい、現在レギュラーから51ゲームです。もうちょっとカメラのバッテリーの充電がなくて、はい、あの撮影続行が不可能になっちゃいました。まあちょっともうちょい追いたかったんですが、まあ仕方ない、こればっかりは。まあ多分これ、まあ神様がもうこのジャグラーはもう出ないから、ここでやめた方が傷口が浅いよって言ってくれてると思い込んで、そう信じて、うん、ここで撮影続行不可能、終わります。ごめんなさい、終了。はい、データの方こんな感じです。はい、グラフこんな感じですね。まあ最後ちょいマイナスで終わり、うん、追いたいですけども、もうちょっと撮影続行不可能、うん、まあ、神様がこっからまたハマるよって言ってると思うんで、うん、そう信じてここで良かったと思って終わります。はい、本日3月30日ビッグマーチ芝支店さん、はい、ジャグラーコーナーいつものようにしっかり設定入ってたと思いますよ。あとはジャグラー以外も、うん、しっかり出てるとこいっぱい出てました。詳しい出玉状況の方はマキさんのスロット日報の方で報告があると思います。ではマイジャグ3実戦、まあしょうがないです、こういうトラブルも時には起きるんで、まあまあちょっとの負けで済んだとプラスに考えて、はい、このメダルがなんとか残ってるのをプラスに考えようということで、また次回頑張ります。お疲れ様でした。61ゲーム、またまたリーチ目、結構早いよ。はい、光り方普通かな。いや、フリーズしてくれた、フリーズしてくれたよ。 OKOK、 ここで連チャンいっぱい光った。